おはようございます今日の話はすごく使える心理学テクニックという内藤義人さんの本の中から覚えたら教えることという話です何かを覚える必要があるときにはただなんとなく覚えようとするよりも誰かに教えるために学習するといいですねなぜかというと誰かに教えるために学んだ方が学習効率は高まるからですワシントン大学のジョン・ネストイコは 56名の大学生に映画はるかなの戦場のあらすじを読んでもらいましたその際半数の人には読み始める前に後であらすじの内容のテストをしますからねと伝えました残りの半数には後で別の実験参加者にそのあらすじを話してもらいますからねと伝えました あらすじを読んでもらった後で内容についての記憶テストをしたところ他の人に話さなければならないという条件の方が非常によく記憶していることが判明しました誰かに教えたり話したりするのはとてもいい学習法だと言えるでしょうただなんとなく政治や経済歴史文学の勉強をしようと思ってもうまくいきませんいろんな本を読んでも学習に熱が入らないのですけれども 自分が得た知識を例えばブログやユーチューブで公表しなければならないとしたらどうでしょうかそうやって自分を追い詰めれば漠然と知識を得ようとするよりもはるかに深く知識を得ることができるはずです。自己顧客の勉強では本を読んでいても内容はそんなに頭に入ってきませんがブログやユーチューブで不特定多数の人たちに教えなければならないんだとしたらどの部分をどんなふうに伝えようかとあれこれ考えなければなりません。 中途半端な学習では馬脚を表して恥ずかしい思いをしますので必死になって勉強するわけですもちろん純粋に自分の楽しみとして勉強するのもいいですがせっかく勉強するのなら誰かに教えるために勉強してくださいその方が勉強に身が入ると思います会社に入って数年たち後輩ができるといきなり仕事のスキルがアップする人がいますなぜかというと後輩に仕事を教えなければならない立場になったので必死になって仕事を覚えるから 新人の頃にはいい加減にやっていた人でも後輩に教えなければならないとなると手抜きもできなくなるんですね。自分が覚えたことや得た情報などを周りの人に教えない人がいます。もったいぶって出し惜しみする人です。反対に自分が得たものを惜しみなく与えることができる人がいます。周りの人を喜ばせるのが自分の価値の要価値観の要となっている人です。与え続ける人は、自自分に自信があります。 どれだけアウトプットしても、それ以上にインプットすることができるからです。そして大事なことは、アウトプットすればするほど自分の記憶に残り、自分の身になるということです。人のためにやっていることは、結局は自分を磨くことになるんですね。じゃあ今日はこれで終わります。